出ますよ、ファンドム。そして前に出てきたところをよりやり、いやー本命これ C ですか。ディフェンダーサイドからの挟み、いやーこれはムージーどうする。さあムージーなんとか時間稼ぎです。スネークファイト一つ、おーなんとかダメージを与えてワンキルは取るものの、しかしあとはよりがり攻撃が、まあ、素早くできないというところでのノーセプションでしたが、ここで一気に突入、メイからのエントリーです。トルダムのファーストキル、そしてムージュのカバーが入りました。一時交換、ネルフィーが落ちます。バッチ隠れてるぞ。作敵役のソーバが落ちました。バッチ隠れている、横からメイがうまくカバーしました。これで 2-2 交換、いや配置強い。さあポイントの中での攻防はいかがでしょうか。ムージーファントムのキル、そして最後はソルダム、ゴーが抜きました。ワン体力ないぞ。おおクラッパー、1回のフラッシュのフェイク、2個目のソルダム、そしてシューガーベロが入ってくる、横からファントム、シェリフでワンキル取るものの、ネルフィーのカバーが入りました。ここからの取り返し、ムージー1-on-4。スパイクを設置。これはきついですね。チェーンがいるのがノーセプション、はい、怖いのはここからですね。ここにスターがあるので、さあ若垂れました。本日初めての若垂れ、入りやすくはなりますが、入った後が問題ですね。いいスネークバイト、カメラの射線もありました。さあ取り返し、ラゲーミングじわじわと寄っている。パラノイア入った、しかしこの角度は見ていない。ステル、そしてニューラルセットが入った。残り1名、ワンオンツー、どうだ。最後のファントムも潰し、ワイヤーがありながらもフラックスが見えた。ファーストキルはアステル、しかしショートでファントムのキル、そしてニューラルセットが入った。ある程度位置が分かって、ファントム体力が5ですが、なんとかバンダルは回収。そうですね、ただ裏を警戒されてますね。さあバッチの取り返しはどうだ。ブレードソム、シュガーゼロが一人で中なので、そこを抜くことさえできればバッチが入った。一人目うまい。一方ファントムは倒されている。3対3、2人目、時間はあるか、時間はあるぞ。3人目、おお、あとはロングだ。ネルフィーがなんとか時間を稼ぎながら耐えているが、抜けない。ガチ解除、これはフリッチ、ムージーが解除しました。これで5対1。ペイント弾を手前に、そして奥にも入っていくが、ここでショーストッパー、いやこのショーストッパー怖いですね。うわ、横に流れてるぞ、ファントムがいる、赤星だ。さあこれは 1-2 交換、なんとかノーセプション、1人有利なまま、さらにはここでアストラが縦に並べるスターを出しています。厄介ですねこれ。中で耐えたソルダム、そしてムージーの取り返し、十分ですね。まあ、グラビティウェルがあると考えると、ここからの取り返しは難しいです。いや解除が、いやリコンボルト、いいリコンボルトです。これ解除できないですね。そしてバッチのカバーもあります。本当にノーセプション、ここまでの攻め徹底できてますね。まずはこのバッチの爪っていうところがよく警戒できてると思いますし、 A も強引に攻めてワイヤーを踏んだら元も子もないので、そこもうまく警戒できていて、しっかりとアビリティで索敵して入る、まあ、もしいたとしても最悪ガイディングライトで入れる自信もあるんでしょうね。残り1名、かなりノーセプション、このノイアも入っている状況。ペイント弾がピンポイント、しかし返しのシーカーが入った。フラックスが寄ってくる。フラックスのワンキル、ロベオカバーは少し遅れている。ラストはロングとガレージ、残り20秒です。残り1名、いいバッチのポジション、ラストロングは分かっている。頭1個見えました。いや時間ないですね。残り11秒、行くしかない。ソルダム、おお抜いた。最後はロベが抜きました。7対2。いやいやー今かなり B 側に多くスターがたかれてますね。ここでの打ち合いはアステル、今飛んじゃいましたからね、 A 側にロベ選手が。そしてワイヤー切りながら設置までいきます。返しのスネークバイトもロングには入っていません。ここで打つ、しかし打った瞬間倒されてしまった。領域展開ならず、これはタイミング合いませんでしたね。もう一人見えました。状態が続くと何がきついかっていうと、あのバチ選手としては他に入っているアステル、ヘブンにはすでにファントム入っています。後ろからバチ、さあズームスコープ付きのシェリフ、マーシャルでワンキル取って、しかしソルダムがそのショートを抑えました。これで裏取りは誰もいないのが分かります。ただソルダムガイディングライト3つ上がってますからね。さあネルフィ
エントリーを抑えるようなハンターズフューリーで取り返し阻止します、うん、そしてソルダムのガイアクト3人に入った、うわソルダム4キル、そして最後はステルのキルとのプレーがあって、そして今回はバッチ今度は分かってるでしょう、さあメイ入った瞬間パラノイアの開始、しかし手前には見えていない、トレードできた、ただもう寄られてるのがシーカーでも分かってるのでこれはいけませんね、やり直しますよこれ確かに、しかし残ってるのがシュガーゼロ、一旦スモーク張って設置まで持っていきたいというかなり強気のシュガーゼロ、思い切った設置です、うん、さあスネークバイトの開始、しかしネルフィーのカバーが入りました、それはもう前に出るネルフィーが一番を重ねた、ワンオンツー、人数逆転、ノーセプション2対1、いやこれ苦しいぞ、位置を特定、リコンボルトが刺さった、シュガーゼロがかなり強気のポジションに入って、あそこのクリアリングするの今難しいですね、もう時間的に解除フェイクを出して表を見るみたいな動きになると思います、シュガーゼロがゆっくり裏に立ち回ってる、絶望のリコンボルト、解除入っているがハーフまでは行っていない、横からシュガーゼロ10対2、またリテイクに来たら少しも取りたいところでしょう、さあバッチ、まずはリコン、しかしソルダムあくまでこれはデュエリスト運用だ、いや分からせている、でも追っかけられる、しかしムージーファントムがそこの中に突っ込んでくるというような非常に面白い構図の開始、1人目いいカバー、そしてシュガーゼロのカバー、これファントムの位置バレてます、ワンオンワンワンオンワン、そしてファントムは19の体力、シュガーゼロこれで11ラウンド目、いやー最後ファントムは相手のショート機でぐるぐる回りたかったんですけど、うまくシュガーゼロ切り返しました、ヘイブンで、ファーストキルはフラックス、さあ流れを変えるシェリフとなるか、いやフラックス2キル目、これは B 寄らざるを得ません、ここで B 安全に設置完了です、フラックス1人でこのラウンドを取り切ることに成功できるか、これで取り返しは3対5、あくまで時間を稼いでいきます、やばい、ファントム、いや十分ですね、これで2対4です、相当削りました、ただアステルの取り返しが始まり2対3、そして2対2、人数イーブン、ただムージーが横から来る、ラストはバッチムージー、いやーそれましたか、しかしここは難しいんですよね、切れましたね、分かる、これ問題はシュガーゼロですよね、そうですね、どれだけこの出るところを耐えられるか、しかしフラックスそこを突破しました、誰もいないのをしっかり判断した、あとはショートロングが多いだろうというような判断材料になりますが、メイ何だ今のはシェリフ、これまずいぞラグ、しかしバッチが返す、横からバッチはどうだ、ファントムがなんとかバンダルで耐えた、3キルのファントムバンダル、何言ってるか分からなくなるのでバッチに気づいてないぞこれ、それを覆すかバッチ、ガレージからのエントリーはどうでしょう、サイドを取ったフラックス、バッチとそしてガレージでフラックスは2キル取った、これで人数逆転3対2です、こうなってしまえば設置後は圧倒的にラグゲーミングが有利です、ラグとすればリーチがかかれば相当プレッシャーがかかるということで相手にリーチをさせたくない、そんなプレーが光っていますが、ちょっとここはコミュニケーションエラーがあったか、ショーストッパーバッチ避けた、頭一つ抜いて横からフラックスのカバー、バッチフラックス完璧なコミュニケーションです、完璧でしたねバッチも、ダークカバー、さらにはウィンクからのスタート、アステルのファーストキル、シェリフでのワンキルです、そこにはバッチ裏を見ていました、これで4対4、一種交換ではありますが、こうファントムがまだスポーンに残っているのが待っていました、ファントム対応した、それはサブマシンガンですかフレンジーもね走る必要ですからね、そしてシーカーでの取り返し、これは取り返したいというノーセプション、そうです、ね、4対3エコラウンドリーチがかかるか、うわシュガーゼロ入っていった、待っている、しかしフラックスがワンキル取ってメインの開始、バッチつらいぞこれ、フラッシュのリーチ見えないぞ、何も見えない、うわメイも昔はジェット使いでした、バーサキルはメイ、そしてハンターズフューリーのカバーが入りながらグラビティを2つ設置、いやーリテイク意識、いやこれ勝負するぞ多分、ソルダムなら行くぞこれ、
エージェントはフェニックスか。フェニックスじゃん、フェニックスじゃん、これやってることフェニックス。そして取り返したシュガーゼロ。コンセプションの配置完全引き守りです。そしてグラビティウェル、さあここはフラッシュからのエントリー、グラビティウェルで引っかかっている。アステルがまずはトリプルウラ、ここでの攻防はムージーバッチに分がありました。ムージーしっかり右クリックで処理、そしてファントムの設置、ここからの4対2、2人での取り返しは後ろ側ファイパーのワイヤーが敷いてあります。ソルダムが倒れ、爆風に巻き込まれたいですが、さすがにそこはやらせません。オブ戻ってますよねこれ。さあノーセプションに対してはどうでしょう。まずファーストキルはノーセプション、ネルフィ、フラックス、アステル、ロベト 2-2 交換というエコラウンド。これメインのポジションかなりいいですね。横からメイン、1人目、2人目、頭は抜いたがファントム取り返した。いやこれ狙いますか。ここはムージーのブルドックに抑えられたシュガーゼロ。あと30秒、フラッシュは2つあります。1暴れてしまってますからね。武器スペクター持っていますが、さあ高勝負、ラストの高を発動させてからソルダムの取り返し、1人目、2人目は冷静だ。残り時間も少なくなってきました。上を取っていった。しかしムージー反応に寄れると、エルボに寄れると、はい、まあ、逃げても無駄。さあファーストキルはソルダム、しかし、まあ、ペイントダウンを受けてでもというプレーでした。強気でしたね。ただエルボにはもう焦る。さあフラッシュアウト、しかしムージーの鷹の方が強かった。ここはフラッシュの時間が長い、しっかり削りに行きましたね。3対4の取り返し、ちょっと挟み方難しいか。難しいですね。ただドローンを壊した瞬間狙っていたメイ、これでスターが2対2、スモークが置けません。シュガーゼロ2人目、フラックス、しかし筋肉が耐えている。さあ位置暴れているのでネルフィがどう立ち回るかです。先にここはネルフィで、ここからのエントリーです。トレイルブレイザーの返しにはシュガーゼロのボディ、いやーいいタイミングで攻めますね。いいピークでした。そしてシュガーゼロは今度はグラビティウェルをショートに、しかしその合間を縫ってバッチが入っていきます。シーカーに打つしかありませんが、その間にファントムがなんとか浴場を制圧。フラッシュは避けています。ありがいいぞ。ソルダムも入ってくる。いや冷静すぎるソルダム。横からソルダム。そしてヘブンのカバーもある。車線を管理しながらワンオッツ。バッチ耐えた。あるぞ。2人目はアステルが抑えた。しかしこれはショートラッシュ。スピーディーに上がろうという決断。しかしグラビティウェルも来そうだ。いやただこれ返しソルダムが返しの。ファーストキルはアステルを取った。そしてロベもワンキル、ただ 2-3 交換となり、取り返しは2人、しかしメイはショーストッパーがあります。分かってはいません。ショーストッパー切りますかね。時間かけすぎてショートとかいろいろ選択肢がありえるので。ブラストパックあります。しかしショーストッパー使わない。メイ取り返しの2キル、これノーセプション5本目。これはノース、ファンタズフューリー、これはクリティカルに刺さります。1人2人目までバッチを潰した。ただ手前にフラックスが入ってるのも強いぞ。フラックスらしいプレー。あと30秒、ああ帰っていきますか。あ来ました、ディメンショナルドリフト。ただみんな逃げてくる。見えない見えない、ドリフトしたか見えない、ワープしてった。何なら何が起こったか分からない。アステルちょっとかわいそうですね。ドリフトを使ったら相手が全員下がっちゃいましたね。ちょうど交通安全大事です。さあそして A 設置完了。ここ、いやこれでかなり強いポジショニングできたので、ラグとしてはこのラウンドなんとしても取りたいところでしょうね。引き目のオフアングルで守っているフラックスに対してどうでしょうか。しかしここではランプでワンキル取ったラグ、うん、そしてファントムと合わせていきました。フラックスのパラノイア、ここは安定して守りきることができるでしょう。はい、最後はムージです。からのエントリーは入ってきていません。止めている。おムージ入ってる、ムージだけ入ってる。フラッシュからのフェニックス運用、ムージ2人目。しかしここのカバーにはネルフィが入ったが、フラックスいいコミュニケーションができています。その車線をメイが抑えて、ラストは2オン2。残
あ、ここ抜いたの正解。その間に B ラもう置いてあるので、飛び降りたらちょうどこれカメラ刺されるんですよね。うん、銃口はみ出たら終わりですね。ジャッジの強み決めていて、 A の展開、中には待っているのはヌルフィ。このファーストキルでだいぶ変わった。終わりましたね。いいリコンだ。流れはノーセプションに見えるが、フラッツ強気で出ていく。どうなってるこれ。何も見えない墓勝負。何も見えないぞ。もうソルラムとしては倒されるの分かってるから、もうフラッシュでうやむやにしようっていう作戦でしたね今の。ただムージーも2つのフラッシュが残っています。いやー、ただこれあと10秒動けないですね。時間がありません。スパイクドロップしています。ヘブンした。メイはこれは強気で勝負していく。かなり不利な位置ですけども、頭1個抜いていきました。ショーストッパー手前にいるのが分かっている。グラビティウェルと合わせていった。3人目よくやりましたね。アステルが現在 B 側に、そしてワープで A へ。ファーストキルは前に出ます。前に出る判断、アステルが落ちます。いやうまい。カバーに入ったソルダム。これでうわ、オペレーター刺さりませんでしたね。取り返し、うまい。ネルフィーが1キル取り返してからの3対3。正直言うとフラックス中で待ちます。時間稼ぎの立ち回りですねこれ。1人目、時間稼ぎのフラックス。どれだけフラックスが生き残れるか。いやー十分だ。ネルフィーが返す。2人目、流れるような2人目。しかしハンターズフィールがありますね。一発も受けられない体力です。いやー刺さった。ハントンは粘るのうまいですからね。中でフージーの開始のフラッシュ。1人目、窓から降りるところはリコンボルトが刺さっている。ラグが3キル取ってノーセプション。シュガーゼロが1キル取り返すものの、しっかり耐えているのはラグゲーミングです。ラグよく、ま、窓からのエントリーしっかり1人見えました。しかし噛まれて何も見えない。2人目はなんとか取りましたけれども、フラックスのカバーが入りました。アステル奥まで入っていく。バンダル回収。いやーいい。メルフィー取り返した。回復して設置まで持っていきます。この距離フレンジではかなり厳しい距離ですけれども、よく抜きました。フレンジだ。あー、デルフィー体力がなかった。素晴らしい時間稼ぎ。うわー飛んだ。逆に取り返しました。フレンジであの距離2キルですよ。今にも飛んできそうですね。無事高めで守ります。しかしフラッシュが入った。シュガーゼロのカバーが入りまして、設置まで行きたいが、リコンボルト3つが入った。いやでも全部打ち勝った。ラスト1オン4 1オン5です。失礼しました。いやー苦しいですねこれ。一人は持っていきたいかなというのが正直ラグ側にあります。パークというところではかなり楽なクリアリングが望めま す, そうです、ね、しかし手前にいたムージー、そしてバッチ、なんとシーカー使っても打開できず、まあ、パラノイアで返されてしまいましたからね。足が止まりましたよ今のは。そしてフラックスは浴場を抑えました。あと30秒。いや武器を購入した甲斐がありましたね。ラグゲーミング売り買いだったラグゲーミング。人数状況ここで3対2。来ました、俺がやる。スパイカー取れていないので何をやるんでしょうか。あと10秒。やられました、俺がやられた。キャリアダウン。しかし最後は捨てる。ファントムが冷静。ゾーンの索敵はありません。何が起きてんだ。フェイントダウンも飛んできた。シーカーに反応した。 A でキャリアダウン。お互いのブラセーブしたいところですけど無理ですね。リコンボルトを入れてファントムはギリギリ耐えている。しかしネルフィー、ジュガーゾロが入ってきました。 B でキャリアダウン。人数状況は4対3。あー、ただ武器差がありますからね。調整ラウンドのノーセプション、設置まではいけそうです。ただこれロング設置が難しいので、エルボートルではなくて中設置ですね。中設置になりましたね。これはもうロングに引けないので勝負ですね。パラノイアが入ってきました。それにも動じず、しかしフラックスを1キルからスタート。3対3。ショーストッパーも避けました。ハンターズフューリーも避けています。一方アステルがロング側での1キルを取って2対3の取り返し。
イコンボルトが刺さっていますけれども、窓のワンキルで2対2。あとはポイントとエルボー、ここもバッチが抑えた。これ流せっちだから、さあバッチフラックス2オン、ワープしたところを狙いすましたフラックス、これで10対8。作敵の効果はそこまでなかった。そしてムージーが待っています。ファントムムージーの2キルからスタート、しかしソルダムの2キルで取り返した。3対3。よく2キル目取りましたね。ソルダムのシーカーが発動、ある程度位置が分かった瞬間 A のワープ、ソルダム3キル目、いや楽だぞ今のカーブボール運用が強すぎるんですよね。ここだ、安定した A 設置、それに対してはハンターズフューリー一発は入ります。おガズラもう頭一発狙いですね、これ。うん、まあ、進めますか。手前にいるのが分かっています。ここでの勝負はアステルかなり削りました。ワンキル、そして体力ある方ということでの報告も入っているでしょう。メイが中に入ってジャッジのワンキル、バッチはもう挟まれてしまった。苦しい。エイント弾で時間稼ぎしますが、それを乗り越えてソルダムケアできてますね。さあいいポジション、フラックス浴場から4名のエントリーです。始まりました。ディフェンダーサイドとポイントでの挟み方うまく機能はしましたけれども、結果フラックスが倒されて3対3。いやこれメインのポジション重要そうですね。あただ下がる、ファントム1ミリ抜きました。そしてショートからシーカーが流れてくる、早めに出てくる、そこをメイが抑えた。噛み合った、これでワンオンツーです。ラストロベが抑えました。これでのシフト、そのシフトしている間にバッチ1人無視してからの、しかしメイもう裏から、ほは早すぎますね。武器をは拾わないかもしれないですね。今度はカウンターのショーストッパーは的確に当てたかったが、削ったところをジャッジで回収、まあ、十分ですね。ラグは設置まではいけました。そうですね、これセーブか。ここだ、リクロースももらって、さあ行け。いや取り返しますか。シュガーゼロだけ、これシャワー気づいてないのでやられそうですね。後ろから、しかし対応した、スモークが焚いてありました。2オン3、うん、1オン3、11対11なるか。さあこれで、あ完璧な状態で設置したかったですけど、ハンターズフューリーの返しがありました。ムージー取り返す、しかしシュガーゼロが取り返して3対3。ハンターズフューリーも最悪ある。ソルダムが落ちた。3対2。設置できてないぞ。設置できてない。3対1。分かたれた。分かたれた。しかし。分かたれた。ポイントまでは入っていくでしょう。入りました。いやたくさん移りましたね。かなり高い位置。ネルフィー抜きました。メイも抜いている。ここでの攻防はネルフィーだ。ネルフィー。あと30秒。最後の一人だ。待ち構えているソルダム。そしてアステルが。もう一本のショックダーツで足止め。そしてワイヤー切りながら入っていきますけれども、ラグゲーミング耐えられるか。3対4。どうだ、残り14秒。ロベが生きてる、時間がない。ロベは生き残ってます。ロベがワンキル取った。3対3。グラビティウェルで時間稼ぎ、どうなるか。ディフェンダーサイド、そして窓、さらにはエルボー、3つで囲い込んだ。挟めてるぞ。ラグゲーミング挟み込んでいるが、ムージーが続ける。オーバータイム継続か。いやネルフィーが、ムージー3キル目。これでオーバータイムか。準備はできている。タカ、来た。即フラッシュ。1人目。そしてカバーが入った。相当人数がいるのが分かりました。フラックスはもうそのまま入っていく。そしてもう窓に入るしかなかった。シュガーゼロ、潰された。30秒。これラグチャンスだぞ。カバーが入るか。バッチ無理やり潰しに行った。残り1名。右が残った。ラスト窓。位置は分かっている。頭1個抜きました。2個移りました。バッチ設置が入りました。バッチムージーフラックス、この3人でのコミュニケーション能力非常に長けたものというのは我々も見てきました。フラッシュこれ入りましたよ。メイの位置がある程度分かったかもしれません。ショックボルトでの回収、しかしメイアステル返した。一番にしまったフラックス、2キルスタートのラグゲーミング、しかし3対5で取り返される。なんと3対5から3対0まで見えてきた。いや継続だ。 OT 名4人ね。さあそこからエントリーしたいところをうまくスモークで隠しますが、ムージーのエントリー、時間稼ぎ、シュガーゼロのポイント、
時間稼ぎができている。ランプではフラックスのエイムが冴えます。これシュガーゼロがどこまで耐えられるかですかね。入っていく、噛み合った、うん、一時刻、夜が待っています。あと3秒、夜が待っている。いやこれ飛び降り出ない。そしていつでも飛べる準備ができています。いやファーストキルはどこで生まれるでしょうか。ラグ、ラグの方が乗り切ってきてますから今まで。右から見えてくる、ダブルピーク、3対5。うーん、強引な勝負がしっかりとノーセプション対策されてますね。ここに来て連携を取った動き、返しのリコンボルト、バッチ耐えられるか、死体か、筋肉は正義なのか。すれ違ってる、エルボー取り返し、うわー、これはどうだ。1人目、2人目まで取っていくか。シュガーゼロのカバー、設置が入りました。バイクを設置。